次昨日まであんなに私のこと好きだった独身貴族ウィンネ。はい、ウィンネ。ごめんなさい、おかげで倒れなかった、ありがとう。ごめんなさい、こちらで頑張って、まあフル株なんですけど、やってます。今日は皆さんと一緒に船乗れるって聞いて楽しみにして来ました。ご来店中野津さんもありがとうございます。今日はよろしくお願いします。あー、ごめんなさい。ごめんなさい。一だろ。でショコキ三だ。ラウンジが一だ。ちょっと離れた。完璧だな俺の推理。オッケー。ってことは、ってことはこう言ったら。一緒にいなかったの。私は。大丈夫だよハチコ。いいかいみんな。私はアドミンでみんなを見ていた。ああ！私たちのこと見てくれてたの？じゃあ私どこにいたかわかる？宿舎前。はい、先生。小国小国、ラツさん、なぜ私に。小国君、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 小国君。小国君だろ。そう。ああ、やっぱ中野さんが小国君じゃないかな。さすが中野さん、かっこいい。かっこいい。ジェイ、ねえ、宿舎前にいたやつ釣りたい。ジェイ。なんだね、宿舎前。誰よ、最初。宿舎前の誰も。ミサトル上がってったんでしょ、どうせ。さっきから嫉妬してさ、中野ちゃんが私の居場所言ったからって何嫉妬してんの。中野っち、ミサトルの居場所言ったでしょ。まあまあまあ。私は豚どもと違って、ハチコとのおじさんを応援してあげるから投票してあげるわ。高見の見物ね。マジでお前が嘘つないちゃった。おい、やりづらいだろ、ローラ。やりづらいだろ。言っていい？絶対殺させない。大丈夫？ローラ。キャラじゃないよね。ローラ、そういうキャラじゃねえからな、絶対。うん、あ、ローラだったらそういうキャラじゃないかもしれないけど、うん、どんなキャラにでもなれるけど、全然大丈夫。じゃあ、綺麗な大人の声とかどうですか？綺麗なお姉さんが好きなの？こういう声が好きだったらいくらでもやるわよ。あっす。あっす。かわいい、かわいい方は？かわいい方はこんな感じ。あっす。なるほど。どっちのローラが好きなの？かわいい方かな。あ、じゃあ今日はこれでいいかな。ローラは？ローラは？そんなに部屋を暗くしたいのかお前ら。ローラどこ行ったのよ。ローラはどこ？ローラの何してたのよ。話を聞け。ローラは？ローラ。ローラは？あの女マジで。あの女マジどこ行った？え？どういうこと？どういうことなの？どういうことなの今は？今なんかサワちゃんとすれ違った瞬間ハチコがはぜた。ああ閉じ込められちゃった。なになに、閉じ込められちゃった。めめめめ中野っち。あ、指輪欲しい。何が欲しい？指輪欲しい。指輪が欲しい。ねえこっち来て。どこどこ。あー、これか。私、これの指輪欲しい。欲しいのか。でかくない？これがいい。ライトアップしてくれねえか、誰か。誰か、手で直してきてよ。どうありがとうよ。治ったわ。治った。じゃあ、お前のためにこのダイヤを磨いてやろう。買っちゃうの？ユーフー。磨いて、磨いて。ねえ、私も欲しい。みんなで磨いてよ。
磨いた磨いたじゃ磨いたやつもどっか行けよねえ、私これ買ってこれ買っていらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あ、すいませんこのこれで指輪作って欲しいんですけど、これいくらですか？こちら。ちょっと人いたらちょっとあれじゃない？お、お、ミサトラ。何？お前一人だけタスクやってたのか。そう、真面目な女だからね。これさないのか？キュンとしたぞ今。中野ちさん、恋人を捨てて勝たせてくれたの？ちこ。え？恋人を捨ててくれたの？ちょっと何言ってるのかわかんない。キュンとしたって言われた。優しい。うわー。キュンとしたって言われた。どういうこと？頑張ってたら。どうしたの？ハチ、ハチさん？ねえ、なんか見たとらんのか。聞いてたよ。だから中野ちにキュンとしたって言われたって言ってたけど。いや、ハチコのこと応援してるんだけど。応援してるんだけど、ちょっと私もそういうこと言われたなって言う。言ったの？何言われたの？言ったの？ね、何を言ったの？言ったの？いや、俺さ、何言ったの？一匹狼の女子好きなんだよね。私タスク頑張るわ。ね、トンちゃんの。ハチコ。白正面になったじゃない。ハチコ。メロンソーダ飲んでて。お前先に家帰ってろ。なぜ？中野内さん、私はハチコに入れたらいいの？そうだよ。ハチコ、これ合鍵だ。先に帰れ。合鍵。はい。はい。はい。どうかしら似合うこれ。はいはいはい。あ、チュアチャナイスボタン、チュアチャナイスボタン。もう、あの今回、今回のすごい。はい、今回は中野ちと結婚はできなかったけど、やりたいです。残念だったね、ハチコ。で、言いつつのラバーズ、最後引いちゃってるとか、そんな、あれない？可能性はあるよ。匂わせ？ここに来て、ついに、ついに結婚式？婚姻届持ってきたって言ってきたよね。いやー、ハチコに入れた。いつか、ここに入れた。いつか結婚式あげれる日が来ますように、スキップ。参列者。あれ？もう一回言うんじゃないこれ。おめでとう！ハチコおめでとう！もちさんどう？この髪型だったらいける？びっくりした。誰かと思った。この髪型だったらいける？いけるって何？だってパーマもストレートも不評だったから。いや、なんかダメなの？ダメなの？もう怒った！あ！ハチコやっちゃったの？ちょっともう反射で反射